あ、マギさん、あ、どうも。あ、こちら、どうぞ。マギさん、今日はどういった、はい、今回はですね、今、ダゾーンということで、あのキャンプレポートですね。はぁ、あはあ、そうですか。ワールド…これ何ですか。これは、はい、カジ散歩。え、あの有名なカジ散歩、ね、絶対有名と思ってないでしょ。再生数、平均再生回数300万再生ぐらいのカジ散歩。いや、300はいかない、200やな。ワールドカップでは大活躍で。いえ、そんなことないです。ありがとうございます。そしてワールドカップ終わって引退発表されて、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、引退してから、はい、実感湧いてます。あのキャンプに来て、うん、あ、ようやく引退したんだなって実感してます。相変わらず体型変わらへんね、やっぱり。引退したてやから。いや、これでも落ちました。体重が、体重落ちました。 2.5 ぐらい落ちて、やっぱ筋肉が膨らんでたのがシュッとなってるんで。はあ、そう。僕どっちかっていうとあれなんですよ、太るタイプよりもちっちゃくなるタイプなんで。え、そうなの。そうなんです。だからあのこれからトレーニングちゃんとやらないと、うん、まあ、僕サッカー筋肉なんで、サッカーやればすぐ膨らむんですけど、うん、器具だとちょっと難しいかもしれないです、ね、いや、スタイルいいわ、本当に。本当ですか。いや、ずっと見てたよ、ワールドカップ。あ、ありがとうございます。あの、本田さんとの絡みどうでした、本田さんとの絡みは。まあ、僕、プライベートでもめちゃくちゃ仲いいんで。あ、どちらかっていうと。え、で、年代は。あの、一つ違いです。の方が、僕が一つ下で、下、ケースケ君が一個上なんですけど、あの、シンプルに普段のプライベート、ご飯を食べてる中がそのまま映っちゃったみたいな、そういう感じです、はい、だからよく怒られるし、はい、でも あの人はあのまんまなんでしょ。もうあのまんまですよ、普段から。本当にあのまんまです。え、今後の方の活動は、僕はやっぱりまず第一に監督やりたいんで、はい、そっち。あ、そうです、そうです、はい、え、俺こっちで行くんかと思った。いやいやいや、もうこっちはもう、え、ぽいやん、絶対敵いいんでしょ。いやー、もうこっちには大先輩の皆さんいるし、プロがいるんで。僕はどっちかって言ったらやっぱり選手と同じぐらい輝けるのは、うん、ピッチの脇で引き取ることだと思ってるんで。はい、また濃いなあ、このピッチサイド。どうですか、面白いですか。またこうやってやってね。これ理想の監督像とかあるんですか。日本人の中ではないです、正直。はい、もちろんいらっしゃ、あの、いい監督さんはいっぱいいるんですけど、自分が理想とする方はどちらかっていうと、スタジアム巻き込んだり、はい、あのスタジアムの色変えたりだとか、あの監督見に行きたいとか、あの お金払ってでも見に行きたいなって思ってもらえる引き出しを出したいです。ああ、なるほどね、うん。まあでも海外で言ったらこうシミオネ監督みたいなね、こう熱いパッションあるような監督さんは僕はちょっと憧れはありますけどね、はい。でもまあそれ路線やんね。あ、本当ですか。いや絶対そうでしょ。いや、めっちゃ楽しみやね、それ。本当ですか。いや本当に、いや、この若い世代で指導者になってくる、はい、J8 の指導者になってくれたら結構注目やし。そうですね。だからこそこのタイミングで引退したっていうのもあります。まあ、まだやれたと思いますけどね。全然やれます。やれますね、はい、やれますね。要はそこで線引きできましたね。後悔とか全くないの。まあ、全くないですね。はい、まあ、それだけ自分が輝ける場所が見つかったのと、やりたい気持ちの方が上回ったっていうのもありますし、まあ、早いうちにやることによって選手にいろいろ伝え方とか、ファンとかサポーターの方々に伝えやすさとか、自分のその価値っていうのを減る前に維持しながらこうスライドしたいっていうのがありました。僕も浦和時代の時にポヤトス監督みたいにリカルド・ロドリゲス監督が徳島から来て、でスペイン人でパスサッカーっていうところから僕もやりましたけども、多分最初はものすごい難しいと思うんですよね。新しいことをチャレンジする中でビルドアップ、パスをつなごう、大事にしようねっていうところから、多分ビルドアップミスで失点もするだろう、ミスでこのサッカー本当に合ってるのかなって思う時もあるけども、そこをどうガンバ大阪が今シーズン我慢しながら前進していくのかっていうところもそうですし、一番心配なのはそれこそ東口選手にもそう、宇佐美選手にも言いましたけども、ゴールを取るための逆算だから、ボールを逃げるためのサッカーにはなってほしくない、僕が感じてた悩みとかをそのままガンバが、悩まないようにしてほしいですね。まあ、実際ね、はい、マーキーさんがこのリカルドさんの元でやった経験からの発言なんで、うん、はい、いや逆になんか指導者っぽいっすね、やっぱり。向いてますね、やっぱり。本当ですか。いやいや、同じ道を歩んでほしくない。いや面白いじゃないですか、新しい監督来て新しい戦術を落とし込んで、はい、どうチームが変わっていくのかっていう。なるほど、はい、もう今もなんか名将かと思ったよ、発言がね。まだ B 級ですけど。
大丈夫、これからステップアップしていきますから。ありがとうございます。ちょっと監督ライセンス取ったりとか、今後ちょっとまた呼んでくださいよ。どうしよう。うわ、いいんですかそれ、はい、どれぐらい成長したか。こんなね、絵になる男。いや家事散歩に、家事散歩にこの有名な家事散歩に、はい、ちょっと家事カフェ行きたいし、俺逆にこっちもね選ぶ権利あるんで、こっちだって選ばせてもらいますよ。いやまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。